はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活の公式ホームページを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。来ないね。全く来ないね。どうしたんだろう。来ない。1月の28日に、まあ、アップデートが来たのよ。アップデート来た。3.20 が来たんだけども、まあ、それは別にね、大型アップデートでもなくって、ちょっとした修正だったみたいです。で、それから、もう毎日ね、1日3回ずつぐらい、ホームページ、チェックしていくんだけども、もう一向に情報が出てこない。全く出ない。で、前のね、作品とかの発売日、そして大型アップデートは、いつぐらいに行われたのかっていうのを調べてみました。では、まずね、妖怪ウォッチ2、元祖本家っていうのが、まず発売されてて、で、それがね、アップデートされて、妖怪ウォッチ2、真打ちっていうのが発売されたのね。その発売日が、12月13日。13日です。で、そして、時が流れて、妖怪ウォッチバスターズ。赤犬。あ、赤猫白犬。出ました。で、それが、アップデートで、ゲット組っていうのになったのよね。発売日が12月12日。真打ちが13で、ゲット組は12日だったのでね。で、次、妖怪ウォッチ3が出た、寿司天ぷら。これのアップデートとして、妖怪ウォッチ3、すき焼きが発売されました。すき焼きの発売日、12月の15日。どうも真ん中あたりに来てるね。12、13、15と、なんか真ん中に来てる。でも、妖怪ウォッチ4がちょっと違ったのよ。4は、アップデートで、プラプラっていうのが出たけども、それの発売日が、12月の5日。まあ、前の方に来ちゃったね。今まで真ん中だったけども、前の方に来ちゃった。これはね、発売日じゃなくって、アップデートの日を見た方がいいのかなということで、今回の妖怪学園 YY 学園生活の発売日。まあ、発売されたのは8月の13日よ。で、パッケージ版は12月の17日。発売日とかはなんか真ん中になるっぽいね。まあ、前の作品なんかを見ても、どうも月の真ん中ぐらいに発売されるっぽい。でも、アップデートは違うのよね。まず最初、第1弾、エルゼ来るぜ。これが、9月30日だったのよ。9月30。まあ、後半だよ。で、次のアップデート。ランデブーか。大宇宙決戦、ランデブー。これの、配信日が、11月の28日。後半だね。9月30、11月28。まあ、後半。になってきました。で、大体、ね、期間としては、最初、第1弾がアップされるまで、1ヶ月半。で、それから次のアップまで、2ヶ月。1ヶ月半、2ヶ月。と、来ました。となると、もう来なくてはおかしいはずなのよ。でも、月の真ん中ぐらいっていうのは、なんか望みが薄い気がするので、2月終わり?2月の25以降ぐらいになるんじゃないかな。わかんない。わかんないけども、なんだろうね、このホームページ、公式ページの方の、欄にも、アップデートしますよっていうのが、アップデートのね、3日前とか、それぐらいにしかね、発表されないのよ。なので、ちょっとまだわかんないけども、まあ、今月号、2月15日発売の、コロコロコミックには若干なりとも、情報が載るんじゃない？おそらくだけども。でも今までの、アップデートの感じを見てると、どうも、月の終わり？後半？に来るんじゃないかな？ああ、まだわかんないけども、まあ、本当に、3日前、4日前じゃなくって、2週間前とかにね、
告知をしてくれるとね、もうこっちも心構えができていいんだけども。はーい、ちょっとわかりませんね。まあ、とりあえず、まあ、一回ね、1月の後半っていう予想は外れちゃったけど、2月後半。まあ、それはもう、絶対やってほしいです。2月後半、お願いします。まあ、できればね、中盤でもいいよ。今までね、中盤に出したことないっていうのでも、中盤でもいいですから。コロコロ発売と同時に、GO! みたいな感じでもいいので、お願いします。はい。まあね、もう、プレイヤーの人たちをみんなね、待ちわびてる。もう、本当に心から待ちわびてる、第3弾のアップデート。俺も本当に楽しみにしてます。早く来てください。お願いします。それではアップデートまでもどんどん動画出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。